皆さんこんこにちは大学の宮田です新潟県では健康情報管理官という情報に関してですねあの人々あの県民の皆さんのこの健康に寄与するためのデータのプロジェクトというものに関わらせていただいてます。今年の夏休みはあの新潟中岡に行ったりですね第一の,の芸術祭に行ったりあの新潟の魅力美しさを、えー、堪能させていただきました。今日はですね まあその中でもこの医療だけではなくてこのデジタルというものを使って新潟をどう良くすることができるのかということについてお話しできればと思います。この日本全体でもデジタル庁ができたりあるいはこのコロナ禍においてこの給付金というものを配ることがなかなかできなかったこれはあの日本のデジタル環境にあの起因してます。 あのまあ、例えばデジタル環境、まあ、一人一人の,です、ねあのまあ、県民の皆さんとあの、まあ、いわゆるこのデータがつながっているような状態であれば、まあ、イギリスあるいはドイツとかそういった国はですねあの、まあ、給付金をもう数日で配り終えることができたんですが日本はまあ数か月かかり、まあ、そこに国全体で1,500億円のコストがかかってしまった。でまあ、ただだこれだけでではなくてですね このデジタルというものをうまく使うことができれば申請しなくても苦しい人たちに必要なタイミングでそういった支援を提供することができるま,あまさにこれからの生活を支えていく上でもこのデジタルが使えるか使えないかというのは非常に大きな変化をもたらすんですねそして経済全体にとっても大きな影響がありました まあ日本はこの30年間あの、まあ、低成長、えーまあ、ほとんどいわゆる所得も変化しなかったともう世界がどんどん変わっていくのに変化しなかった国だと言われてますでそのうちの一つやはりデジタルがうまく使えないと、えー、いうことが言われているんですね。でその一つ、えー、としてですね例えば日本とアメリカ2つの国を比べた場合にですね アメリカが、えー、テックジャイアント、まあ、デジタル技術を使って、えー、成長した新しい企業、えー、まあ旧社まあアマゾンだったりグーグルだったりアップルだったりマイクロソフトだったり、えー、ネットフリックスだったりまあそういうような企業があるんですがこの企業旧社の企業を抜いたアメリカと、まあ、日本の全部の成長はほとんど同じなんですよね、まあ、低成長横ばい。ただアメリカのこの旧社だけで国が大きく成長していると。 まあ、つまり新しい技術をつかむ、えー、そういう、えー、まあなんていうのか仕組みを作れるのかあるいは企業を作れるのか、まあ、これがあのこれからの未来っていうものを大きく変えていくということですね。でまあそうした時にチャンスはあのなんていうのか都会だけにあるんじゃないかそうじゃないんですよね。まあ、むしろ、えー、いわゆるこうあの新しいチャレンジができるような場所、まあ、アメリカでも例えば 東海岸のようなです、ね、もうすでにこうみちみちの都会ではなくて西海岸からそういったあの新しい企業が生まれてきたようにあるいは、まあ、中国という国は、まあ、国全体が一つの,こうあの、まあ、余白を持った土地だったといえますけれども、まあ、これからあの新しい可能性というものを新しいチャレンジができる場所に、えーまあ、ある可能性があるということで,ですねここの地域だからこそ できるチャレンジっていうものをこのデジタルを使ってやっていくことがすごく必要になってくるのかなというふうに思っています。この、まあ、デジでまあ,あのこれまではですねデジタルをあの、まあ、使うか使わないかまあ使わなくてもいいんじゃないかっていうことで日本はやってきてしまったんですが。 これれやっっぱ大ききなな遅れになってきているとで例えばあの教育現場ですねあの日常的にデジタルを使うことができるという、まあ、OECD というです、ねまあ、機関のランキングがあるんですけどトップはあの北欧の国の、まあ、90%日本は31各国中3 1ト。1 5、まあ、非常に低いですねで、まあ、デジタルを、まあ、あの日本というのは例えば教育現場だったり あるいは、あの使わなくていいよっていうふうにしてきてしまったんですが、そうじゃなくても。世界全体では、それを使えるという選択肢を用意した上で、何をするかということなんですね。で、例えば、あの、まあ、教育一つとってもですね。まあ、デジタルを使って、何ができるのか。まあ、今までは、例えば、あの、なんでしょうね、詰め込み教育っていうものを。あの、まあ、子供たちにですね、まあ、三密の空間。 あので行ってきたんですが、これが本当にすべて素敵だったのかとそうじゃないと。例えばデジタルを使って数学が得意な子はサクサクと、苦手な子にはゆっくりと、でまあそれぞれのペースに合わせながらあの教育をするあのいわゆる知識習得をすることができる。じゃあ教師はいらないのかとそうじゃなくて、じゃ教育の本質は何なのかって言った時にですね、あのまあ一人一人があのまあ 豊かに生きるる、力をつけるあるいは将来の選択肢を増やすために何を学べばいいのかということを一緒に考えていくこれが新しい教育の本質になっていくんじゃないかということでデジタルかアナログかではなくてデジタルを前提として新しい価値をどう作ることができるのかここに今立たなくてはいけないということです。 まず一つ大事なのはあのこれはもう地方だけの話ではないんですがデジタル改革をする担当者を連れてきた誰か詳しい人がいるその人に任せようとあとは大丈夫だ、えー、こういったケースはあのやはり多くの場合失敗していますでデジタルっていうのはですねもうあの社全体のあり方をこうまあ問い直すようなものなのであのもうトップだけではなくてまああの 多くの部局に関わることなんですよね誰かのこの担当者のだけの話ではないとでその上でどうつなういでいくのかっていうことが大事になってきます。でいうことが大事になってきます。さらには、まあ、まさにこのデジタルっていうのは、まあ、よりあの、まあ、詳しい人がいてですね、まあ、例えばあのいわゆる都市部にたくさん詳しい人いるんじゃないかっていうあのまあ こともあるかもしれないんですけども、まあ都市部も不足してるんですよね。人材っていうのはあのそんなに豊富にいるわけではないので、まあみなが学びながらあのまあ、詳しくなっていくというのか、まあ、使っていくまあ、そういうような格好は必要ですと。でじゃあその時に例えば何が起こるのか。あのデジタルの本質っていうのはつながりなんですよね。でこの世界とこのつながる力を持つことで、例えば映像の世界では今まで映画館っていうのはですね。 まあ半径 10km15km、まあ、近くにいる人たちしか見に来れないのでみんながに,に人気あるものもう近くの人たちが満遍なくこう来てもらえるようなものそうすると平均を狙った作品しか作れないわけですよね。でじゃあその時にあの、まあ、これまで何を目指したかっていうとより人口が多い都市部の人たちが好むようなものでそういうようなプロダクトを作って、えー、まあ,あのなんていうのか。 あの、売り上げを上げていくと。で、そうすると、じゃあ、地方にいるよりも、都会に行った方が、その感覚もわかるからといって、まあ、どん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 。あの、都心部に行ってしまうというような現象も起こってきたんですが、これからはそうではないんですよね、まあ。例えば、あの、その土地の、あの、美しいもの。でも、まあ、あの、あるいは伝統芸能によって、あの、技術によって作られたですね。あの、素晴らしいもの。これが半径十キロメートルに、あの、価値を理解する人が。 いなかったとしても世界中とこうつながる中でそこに高い価値を感じてくれる人たちがもう一定割合いたらもうビジネスさんもあるんですよね。物を売るっていうことではなくて、まあ、あの人々生活者に寄り添った新しい体験をデジタルによって作れるかどうかこれをあのまあそこがまずあの注意すべき重要な点なのかなというふうに思いますね。 一つはあのこれからこの地,地域の企業にとってはですねあの、まあ、チャンスが訪れてくるということですね。で今までこの地域からですね新しい可能性イノベーションを起こそうって言ってもやはりなかなかこういい人材が定着しなかったでそれは何でかっていうとまあ教育だったり医療の不安からですねやっぱりこの、えーまあ、地域に を選び続けるといいうのががななかなか難しいっていうことがあったんですよね、まあ、例えばあのいい学校がないからあの家族が反対でもう数年で帰ってしまうとかっていうのもあの各地で起こってたことだったんですがこれがまあ遠隔教育だったりあるいは遠隔医療、えー、こういったものが今充実してくることによってもう日本中だけじゃなくて世界中どこでも働けるとあるいは地域にあの貢献するっていうこの誇りっていうものがあればですね まあもうそれだけではないんですけどさまざまなあの重要な要因というのをこう地域は持っているので、まあ、こういったあの観点から新しいこのあのまあ働く仕組み、えー、豊かに生きながらあの働く、まあ、こういったことをこう地域から起こせるようになってきていると。であるいはこれまでんでしょうね物を作ってそれをまあ売る。 まあ,大量に売るまああのこれ、まあ、そういうこのビジネスっていうのがまあ主流だったんですがそういう場合どうしても、まあ、じゃあ,あのなんでしょうねあの都会の人たちに合わせてでそういった数の多いところを軸にしながらビジネスを作らなくちゃいけなかったと。じゃあもう地域にいるよりも,もう都心、まあ、日本で言えば東京に出ていった方がですねあのその感覚も分かるしチャンスもあるんじゃないかと、まあ、そういうような。 あのことまあ、それは確かに一理があったのかもしれないですがこれから違うんですよね。もう全世界とつながることができるとあの,このすぐ近くの人たち例えば伝統技術で作った美しい工芸品だったりとかあるいはあの圧倒的なクオリティがあるこの食おいしいお酒、まあ、こういったものがですねこの半径 10km の中に価値を感じる人が少なかったとしても。 クオリティが高いものであれば世界中に通じるんですよね。で、そうするとこのまあいわゆるこの都会に行ってそこに合わせて仕事をするんじゃなくて、世界に通じる、えー、ビジネス、えー、仕事体験っていうものをこの地域の素晴らしさっていうものを、えー、まあ、とうまく連携してですね、あの新しい仕事にすることもできるようになってきていると。これがやっぱりこの地域における可能性。 ここからのビジネスだったり仕事っていうのはいわゆるお金のためではなくて持続可能な未来につながっていかないと投資が得られないこれもう全世界中で今起きています。でまあその時にですねやはりこの地域のこの中ですね人々の,この生活とこの密着する中であるいは地域を豊かにする、まあ、そういうようなこのビジネスの仕組みだったり。 えー、まあ,あのそういったこの環境に配慮したようなこの取り組み、まあ、これこそがあのこの世界のビジネスの一丁目一番地になっていく可能性があるとこのつながる社会の中で、えー、共に未来をつくる、まあ、これはもうあの人々の関係性とかですねあの巨大な消費の中でなかなかこうあのつながりが見えにくくなったあの、まあ、いわゆるこの都市部よりもですね この地域だからこそ作れるというものが今これから非常に大きな期待をされているんですね。したがってこのつながる技術テクノロジーであるこのデジタルを使ってこの未来をつくるここの点が特にこの地域の力にこれからなっていくんじゃないかなというふうに考えています。